チャムさん、はい、一つ褒めてほしいです。はい、昨日チャムが来る前になんとゴミを済ませております。おお、あとあげるだけなんですよ。おお、それはうるさそれはお一人でされたのですか？はい、動画を一人で撮りました。あ、やればできる子です。おお、むしろ私がいない方が、はい、あ、大変だった、すごい。あ、すいません。すごい大変だった。あ、すいません。つけ込んでおいた様子は昨日の動画なので、はい、そちらをご覧ください。はい。ということで、明日、唐揚げを作るために、唐揚げの下準備をしていきます。唐揚げってさ、2日間かかるの知らなかった。まず、リンゴをすっていきます。あれをやった時はチャムがいたから、リンゴ剥いた時はチャムに任せていたんですが、今回は一人なので一人でリンゴを剥いていくぞ。リンゴも球体だから剥くの大変なんだよね。きっと球体のものを包丁で切ろうなんて侍しかできない。うん、おい殺せ、おい、えい。リンゴの断面って可愛いよね。なんかね、リンゴの皮をさ、一本の線に切るやつあるじゃん。あれさ、調理実習の時やってた記憶あるんだけど、もう今できない。怖くて。なんであの時できたんだろう。まず、種を取ります。おー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 。おー、怖い怖い。こう、でもさ、料理ってさ、失敗してなんぼだから。ね。よし。一つ。はい、こっから皮ですよ。ちょっと待って、リンゴって洗わなくていいの？洗う？洗ってないや。え、ちょっと待って。リンゴ、洗ってきます。洗ってきた。洗ってきたので。あ、顔が見られない。洗ってきたので。待って、お前の顔が映ってどうするんだよ。みんなお前のこと可愛いって言って。私のファンが君に映ってしまうじゃないか。くまるリンゴ好きやもんね。危ないよね。ちょっと危ないから、向こう行って。服、向こう行ってて。ウェイ。あ、どうしてこんなにまっすぐに切れないの？うん、でも持ち方的には合ってるからいけると思う。これを、うえー、怖い。勢い余って今隣にいたら人を刺していた。いや、これ食べれる部分じゃん、もったいな。いる？いるって。よいしょよいしょよいしょ。いい。うん、なんかすごいガタガタ。よし。よいしょ。いい。あー、危ねえ。こうやって持たない方がいいのかな。よいしょ。あー、これ何時までかかるんだ。下準備なのに。何時まで。明日をあげるだけに済むように頑張ります。1個むけたので、残りの3つも頑張っていきます。ということで、剥くのに10分ぐらいかかった。今日あったので、ここに吸っていくよ。いきます。リンゴを吸っていく。おー、いい感じに果汁が滴っている。リンゴってさ、朝食べるといいんだって。胃を起こすのにちょうどいいらしいよ。お腹に優しいらしいです、リンゴは。待って、ちょっと待って、あのね、このくらいになった時のね、するのがさ、すごい怖いわけ。わかる？ということで、残り4つも、吸っていきまーす。リンゴを、すり終わったので、次にグレープフルーツを入れていきます。グレープフルーツは、4分の1のサイズに切って、真ん中の白いところを、ジュッてやるらしい。もうわからないよ。頑張って切っていく。4分の1ってきっとさ、多分こういう実がある部分に沿って切っていくってことだよね。 OK。 よし。おお、あ、ナイフが、グレープフルーツって、意外に硬いのね。あ、ほらほら、正解だよ。あ、ほら正解だよ。ほら、この白いところを切ってってことでしょ。これを4分の1の大きさでしょ。よいしょ。よいしょ。あー、汁がこぼれる。うん。よいしょ。あ、ちなみにグレープフルーツはルビーグレープフルーツっていうものを使うらしいです。黄色い方じゃなくて、こういう赤いやつの方がいいみたい。
なんか肉を柔らかくするために多分仕込みでやってるらしいんだけど、白いところ切る？さっきのリンゴの皮を剥くみたいに種が入らないようにあれするらしい。え、でもこれさ全然さ白いところ剥けないんすけど、え、白いところ剥けないんだが、おつおつつつつつつつ、おとと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 、ねえすごい発見をした今。さっきこうやって切ってたじゃん、こうやってじゃなくてこうやって寝かせてこうやって切れば綺麗にほら切ることが判明した。ね、見てこのさ、えらい違いやん。ま、でもこれを絞っていきますよ。え、なんかすごい、待って、すごいリンゴが色が変色してるんだけど、大丈夫なのこれ。ちょっと絞っていきます。グレープフルーツ絞り終わりました。ということで次に鶏ガラスープの素を大さじ3杯入れます。みんな大好きお砂糖、お砂糖を大さじ4杯持ったので大さじ4杯もボウルに入れます。豆乳、みりんを 50cc、 なんか肉と一緒にかき混ぜるみたいなんでかき混ぜずにどんどん入れていきますよ。そしてごま油をボウル1周分入れて、生姜と、どっちが生姜だ、あ、多分こっちがニンニクでこっちが生姜ですね。ニンニクと生姜のチューブを2cm、本当は2センチ入れます。待って、張り付いて落ちてくれない。ちょ、箸持ってきます。箸来ました。そしたら最後に醤油を 150ml、 待って、 150ml、 ちょっと多くなっちゃった、いいか、 150ml 入れます。ここに唐揚げにするお肉を漬け込んでいきます。なんと今回1キロ、なんかレシピが1キロの唐揚げなので1キロ唐揚げくんを入れていきたいと思います。お肉を入れ終わったのでこれより鶏肉を混ぜていきます。混ぜ混ぜ、調味料も混ぜるように。いい感じに混ざったので一晩置きたいと思います。ということでご覧いただいたのでそれやりたかっただけです。そうです、やりたかっただけですということで、あの漬け込んだ唐揚げをお持ちしますね。じゃじゃん、これが一晩漬け込んだ唐揚げです。わお、1キロあるのでなんかレシピが1キロ分なんですよ。長生きって家族5人分でいつも1キロ唐揚げを食べてるらしくて、家族5人分食べる分だけ小麦粉と片栗粉と卵を入れていきたいということで移していきます。漬け込んだ唐揚げを水分を切って食べる分だけここに移したので衣を作っていきます。ジップロックに卵1個、あーばー、しかも今何気に片手に開けた。それから片栗粉と小麦粉を1対1の量で入れます。今回は30、30で入れてみます。空気を逃がしてしっかりチップロックを閉めましょう。ではないと皆さん大変なとこ取れないやつだってください。はい、これをグニグニするんだって。これで簡単にこうあれするからグニグニ楽しい。おかずの中でチャムは一番何が好き？おかずの中で？うん。私は唐揚げなの。あ、そうなんだ。うん。何が好きなんだろう。何が好きなんだろう、私。私は何が好きなんだろう。いい感じじゃないでしょうか。揚げていきます。油を注いで180度に温まったので。あー、待って、これ鎧必要じゃんって。はい。菜箸でプチプチ上がってますんで。はい。安全第一。え、怖い。ふくちゃんおいで、こっち危ないよ。ふく危ないよ。行きます。はい、あ、でもそれでもない、あ、それもない、ね、あ、じゃこの調子でバンバンやってきますよ、うん、女子校の時バレンタインみんな甘いものだと思ってさ、唐揚げをさいつもバレンタインの時作って持ってってた。作ってっていうかお母ちゃんが作って重箱みたいなのに唐揚げをいっぱい入れて、うん、適当に爪楊枝刺してみんなに配ってたんだけど、うーん、いいね。なんかやってた、バレンタイン。クッキーを毎年大量に焼いて、あ、クッキーを作れる女だそうだ、この人は、うん、ジップロックに入れて、うん、持ってけやっぱさ、女子校のさバレンタイン文化ってさ持ってけ文化だよね。そう、持ってけだね。個包装なんて考えられなくないASMR だよ。ポチポチしてる。
ごいいい感じの色だね。茶色くなってればいいんだよね。中まで火が通ってないと危ないよ、鶏肉は。なんか周りのあーがプツプツいったらって言ってるけど、これプツプツじゃね、全部プツプツじゃね。これは割と良さそうだけど。またカメラを撮られて。やばいな、あれおかしいな。チャンネルは私のためになるけど。やばいやばい、眠くなってきた。なんで、あんなに勢いよく喋ってたのに。すっごい眠くなってきた。将来さ、犬か猫飼うんだったらこれ違う。犬、うん、あ、即答だね。うん、だって、犬派だもんね。うん、犬飼いてぇな。大型犬がいい。大型犬がいい。なんかさ、チャムと私はさ、ほとんどさ、真逆なんだよね。大型犬飼ったことないからね。私は小型犬飼ったことないから、ね、でもこれみんな良さそうじゃない？ね、思った。あんまりやりすぎると真っ黒焦げになっちゃう。うん、じゃあ第2弾を撮りますか。うん、なんかさ、うん、料理以外にやりたい企画とかないの？私はさ、ホテルステイとかさ、あゲットレディーウィズミーゴーホテルでやりたい。多分みんなはチャムがどのくらいまで辛いものが耐えられるかっていうのを。私汁ありの方がね、うん、ラーメンは強いよ。え、汁なしの方がきついかもしれない。そうなんだ、うん、なんか私の勝手なイメージ、汁ありの方がなんかきついイメージがある。麺自体にあんま辛さがいかないから、うん、汁ありだったら。何がきっかけで辛いもの強くなったんだっけ？そう、ママのカレーが死ぬほど辛かったからじゃない。だって私のカレーに食べてさ、甘って言ってたもんね。辛くて。甘かったよ。カレーだってルー、中辛入ってたから。あ、今日お昼にレトルトの中辛を食べて、うん、ママと二人で、あ、なんか小学校の時の給食のカレーみたい。いや、おかしい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 。中から小学校で出ないよ。YouTube のコメントでもさ、マリエッティとチャムのさ、コメントがさ、真逆すぎて笑った。全然必要なかったね。ね、なんかそんなに思ったより跳ねなかった。なんならさ、さっきの鮭の方が跳ねてさ、鮭の方が鎧必要だったんだけど。ちなみに、私は撮ってて思ったよ。うん、ああ、前回の鮭と同じ驚き方をしてる。この人。マジちょっと、ちゃんと編集してるから。マジ熱っみたいなの同じ感じのリアクション。いや、じゃあもう鮭鎧必要だわ。こいつ学ばねえな。じゃあ、あと30秒やろ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。今何時？今4時半。待て。落語のそういう話あったよね。もういったじゃん。唐揚げが揚げ上がりました。見てください、このいい焦げ具合。若干焦げている唐揚げ、初心者にしてはうまくできた。120点満点ですね。味見はしてないけど。ということで、お弁当箱を買ってきたので、こちらとこちらのお弁当箱に詰めていきます。まず大きい方にトマキちゃんたちを詰める。これさ、こいつ入れたいな。すごい、はいはいはい、だし、あの盛り付け下手あるある、はい、全部詰め込む。それ私もだから、人のこと言えないけど全部詰め込もうとする。可愛いじゃん、ぎっしり。うん、可愛い。うわ、可愛い。ということで、メインの方はこちらで完成。
テレレッテテーン。わ、なんだろう。わかんないけど、なんか見てて不安になる。唐揚げは油があるので、ここに唐揚げを詰めていく。引いて、唐揚げも詰めていく。詰めていく。なんか一気に可愛くなくはい、ということでパッキングもしましたことですし、お花見に